みんな、ちょっと待って。すいません。今なんかさ、引いたんですよ、これ。キャット出た。ダークゾーンキャット出た。マジか。なんで？え、どうせ出るんだったら動画回した方が良かったじゃん。くっそ、なんか出る気がしてたんだよね。いや、恐ろしい、本当に。ちょ、マジか。え、マジっすか。はい、無課金で、ダークゾーンキャット、無事、ゲットだぜ。ピッピカチュウ、なんつってね。はっはっはっは。何笑ってんねん。ってことで、これはちょっとギャラリーにさ、コレクション展示しちゃってもいいんじゃないっすか。有効コスト1分の1。これはね、せっかくだからね、まあ、ギャラリーに展示してやってもいいんじゃないかなと。チッチッチー！そんなわけねえだろうが。売るわ、こいつ。ちょっと待って。このまま売ったらさすがにまずいんで、こっちから売りましょうね。はい、売却です。招き猫を一つ使うだけでギャラリーに飾ることができます。売却してもよろしいですか？え、使うんでしょ、だって。え、使ったらなくなるよね、これ。え、なくなるよね。ほら、一個消費でって書いてるもん。いや。ギャラリーとかさ、誰得なの？ギャラリーなんて何の意味もないよ、正直言って。マジで意味ないから。あんなん自己満でしょ？いやいや、お金に変えた方がいいから確実に。じゃあ、売るわ。はい、さようなら。15万円、ゲットしました。失いました、僕は。ダークゾーンキャット。はい。いいんです。これでいいんです。もう、もったいないとか言わないでください。これでいいんです、僕は。15万の方が、全然価値あるから。ギャラリーに展示するよりかはな。ってことで、なんか知んないけどお金増えました。どうも皆さんこんにちは。こんがりです。本日のね、朝っぱらから、ちょっと昼過ぎぐらいまで、実は生放送をやっておりまして、4時間ね、生放送、ゲリラでやらせていただきました。来てくれた方、誠にありがとうございます。そのね、生放送の中で、一体私が、いくら稼げたかと言いますと、なんと、マイナス19万円。マイナス19万ですよ。4時間やって。やばいでしょ。うん。やっぱコントラクターってね、良くないわ。だって減るんだもん。金作の生放送だったのに、なんか減って、最終的に、破産しました。で、そこから、まぁ、ちょっとね、これぐらいまでお金が増えたわけですけれども、ラッキーもあって、ちょっと今回はですね、皆さんに最強の期間限定、農場対決金策というものをね、ご紹介したいと思います。まあ、ちょっと注意点があってね、これを紹介することで、もしかしたら、金策しにくくなるかもしれません。ちょっとそこはですね、ご了承いただきたいんですけど、まずね、用意するもの、このデカバッグ、はい。まあ、でかければでかいほどいい。だから、5万円のバッグとかね、つけていっていただいても、全然構わんです。はい。なので、なるべくでかいバッグをね、用意しましょう。で、有効期限の切れた安全コンテナは捨てましょう。じゃ、バックパックね、もうちょっとでかくします。はい。これをですね、拡張タクティカルとかにすればいいんじゃないかな。これにすることによって、装備がね、しっかりと多分2万超えてくれるじゃないですか。で、ここに水ぶち込むじゃないですか。で、もうこれで準備完了。あとは、行くだけですよ。農場の、このね、対決に。簡単じゃない？めちゃめちゃ。ほら。2万で5000公演払えば、ここにね、入れちゃうんですよね。これで、もう行きますよと。で、今すぐ使用してやってもいい。これ保険カードまで使えば、ゾンビにもなれる。最強か？これガチで。で、あとはですね、まあ、適当で。まあ、ランドール部隊今回、選択していきましょうか。はい。これで入れちゃうんです。これやばくない？ナイファーで入れちゃうんですよ。勢力戦争。で、あとはどうするかと言いますと、まず、味方が勝つ必要がある。うん。あとはもう、お祈りゲーミングですね。これ、まあ、運ゲーにはなってしまうんですけど、まあ、仕方なし。もう満体。まあ、祈れば勝てるから。結局さ、なんか人間ってね、応援されると、普段のね、30% 力が出るっていうのがもう科学的に証明されてるらしいんですよ。これ、まあ、僕のね、トレーナーの、まあ、資格で載ってたことなんですけど、まあ、間違いないかなと。エビデンスはね、取れてるものだと思いますので。だから、まあ、応援だけなんですよね。あとはね、味方が勝つことお祈りゲーミングかましてあげて、で、スカブからですね、あれを抜くんです、サイトを。しばかれてるスカブからサイトを抜いて、
GG よ。で、あの敵のさ脱出口がここになるんですよ、負けたら。なのでこの辺に行くとですね、あの脱出する敵と勝ち合ってしまうので、その鉢合わせだけはね気をつけてください。もうとりあえず湧いたらもう動かない、あとはもう勝利を待って、味方を信じるのみ。こうすることによってですね、サイトを、まあ、安全に拾ってそれを売りさばくっていう。だから、まあ、デカバックで行きましょうって感じなんですよね。だからとりあえずこうやってね、もう後ろで指揮官になる、通称ルルーシュムーブって言うんですけど、ルルーシュブリタニアが命じる、死ねえと。最後にね、味方の物資を拾いに行くっていうのもマジであり。味方がさ、まあ多分勝ってくれると思うんだ。頑張れよマジで。やれんのか君たちに。今回は、このね、3ポイントで選手してるでしょ。で、YouTube スタジオから通知来たんですけど、まあ、とりあえず無視しましょう。いや、マジで、これ楽なんですよ。もう自分はサボってるだけっていう。で、負けたら、帰りましょう。負けたら、あの、近くの脱出口から帰っちゃいましょう。今回はね、装備保険カードがあるので、ちょっとすぐに脱出することはせずに、まあ、仲間の物資とかね、まあ、拾いつつ、まあ、ちょっと攻めたいと思うんですけど、まあ装備保険カードがないよって方は、まあ負けた場合はね、まあちょっとあの帰っていただければなと思います。まあ時間が少し全ロスしてしまうんですが、まあ、結局ね、コントラクターで金策してさ、負けたら物資もなくなるし時間もなくなるわけよ。このさ、補給物資を取るんだよ。この補給物資を取りつつ、で、お祈りかまして、で、あとはスカちゃんの斎藤しばくだけっていう。これめちゃめちゃ簡単でしょ。ここのさ、補給物資は、俺がもらう。42メーター先に落ちてくるので。じゃあ僕はここでね、待ち伏せておきましょう。これめちゃめちゃいいよ、本当にこれ。これ楽ちん金策になります。はい。これマジで簡単なので、あとはこの補給物資拾ってさ、まあ、最悪配送しても、多分ね、利益出ると思うんですよ。これガチで神イベかもしんない。働かないものがね、なんか得をするっていう、まあ、怒られるかもしんない、こんなこと言うと。とりあえず、空中投下サプライ、一旦ね、オープニングセレモニー、さあ来い。はい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 、うまい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 、めちゃんこうまい。この辺にさ、しばいとくだけでいいじゃん。ほら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 、はい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 、完璧か。これだけでもだいぶ美味しいよね。じゃあこのさ、補給物資を僕がもう根こそぎ奪い取るんで、さ、空中投下サプライ、セカンドシーズンやってきた。ちょっと待って、これ。うますぎない、これ。このイベント。これはうまい。で、装備もね、もらえるし。で、BP 弾とかも入っちゃってるし。これやばいっす。天国です。働かないものが、なんか、あされるっていう。何これ。ちょ、マジか。嘘でしょ。はい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 。もうなんか、めちゃめちゃもらえますけど、大丈夫ですか？こんなにもらってもいいのかしら。ああ、なんかすまないね。じゃあこんな感じで。なんかいろいろと取れたんですけど。もうあとは、一旦引くと。で、味方が勝ったら勝ったで、スカブのね、サイトをしばけばいいし、負けたら負けたで、このまま帰っちゃえば、まあ、いくらか金にはなるだろう。これ、これなのよ。だってもうこれだけでさ、めちゃめちゃ稼げたんじゃない？ 5 万ぐらい稼いでんじゃないの？そんなことない。それさすがに盛りすぎか。でもなんか6万ぐらい稼いだ気するけどな。まあ、とりあえず、水分補給しましょうね。水は生命の源なので、ここで、しっかりガブ飲みタイムかまさせていただく。こっちも取りに行くか。ちょっとそっち側のさ、補給物資もちょっと強欲に行っちゃっていいですか、今回。なんか負けそうですね。勝てるか、これ。味方をさ、応援したい気持ちは山々なんだが、ちょっと冷静なね、状況分析も必須なので、やっぱり。まだ空いてないかな。空いてないか。はい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 。空いてない空いてない。美味しい、うまい。もう負けてもいい。もう味方の勝利なんてどうでもいいわ。もうこの物資さ、開けてるだけで、もう満体。何も問題はない。来た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 。美味しいですぜ。はい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 。ああああああ。始まった始まった始まった。めちゃめちゃ始まった。もうこれ回復さ、めっちゃ美味しいんだけど。だってもう補給物資2個開けてる時点でもう勝ち確でしょ。ほらほら、美味しいじゃん美味しいじゃん。ちょっとすいませんね、なんか僕だけなんか働かずにこんなに美味しい思いしちゃって。まあでもそういうね、ゲームですから、こういう仕様ですから、すいません。あーあーあああ、無事になんか3つあされる。めちゃんこうまい。これ使っとくか。一応手術キットもやってきちゃった。はい、回復も美味しいね。
まあ BP 弾とかはまあちょっとレアなのかな、まあわかりませんが、まあでもこの変死爆だけでもだいぶいいんで、はい、もうこれであとは逃走するだけよ。結構なんか味方頑張ってんな。一人サボってる割には頑張るでしょう。まあこれ働きアリの法則って言うんだけど、まあ8対2でやっぱ2割はね働かないアリっていうのが出てくるらしいわ。しょうがないですねこれは。いやーここまで行くかどうか、4番さんのさなんか死体があるので、あんまこっちまで行くとねなんか敵が来そうで怖いんですよ。いそうで。いやーこれちょっと渋いか、ちょっとさすがにか。イベント終了まで残り3分30秒なので、まあ、このままですね味方が耐えてくれれば多分僕たちの勝利が確定しますね。うん、勝ってくれたら勝ってくれたで、まあ、全然いいんだけど、味方結構減ってるか。いやそんな減ってないよな。しっかりこのさ機関ポジでねなんかイモリ散らかしてる人もいますわ。機関狩りってやつか。いや危ういな、ほんと怖いな。機関狩りマジで怖い。ちょっと最後さ機関狩りだけはしっかりと気をつけないといけないわ。でもまあスモークがですねめちゃめちゃあるので、多分まあ帰れると思うんですよ。うん、補給物資さえ漁れればマジで何の問題もないというか。はびっくりした。これはスカちゃんですわ。こっちのスカちゃんからさ、僕ね、ちょっと物資もらおっかな。めちゃめちゃ銃声なってるとこ来ちゃった。はい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 。お前の物資いただくやん。なんか知んないけど味方だったこれ。ちょ、マジかよ。なんか美味しいもん持ってないか。持ってないかさすがに。ボディーアーマー、もらいたかったんだけど。あーまあ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 、でももらっとくか。このリグの中にさ、ちょっと詰め込んであげましょう。なんか無理にね、スカちゃんをさ、しばかなくてもなんか良さそうな感じがしているのですが、この真ん中とかさ、あさりたいよな。これあさってもいいかしら。答えは聞いてない。この辺ちょっとあさりたいんですが。これ普通に美味しいじゃん。ちょ、待って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 。4ボークゲット。はい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 。そしてなんか知りませんが、リグも美味しい。これもらっとこ。あ、僕たち勝ったわ。サイトしょっぱすぎ。もうちょっと美味しいサイトない？美味しいサイト。あ、これ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 。こういうサイトですよ。こういうサイトを、ぶち抜いていくだけっていう。簡単でしょう。これが簡単金策。で、サイトはないかい？サイトはないかい？とかで探していってさ。で、サイトあるから、君のサイトもぶち抜くよっていう感じで。あとはサイトを抜いて、もうこの場からね、離れるっていうだけの簡単な作業。これ誰でもできる。あ、もう僕たち勝ってるからどこでも帰れるじゃないですか。もう帰ってあげればいいだけっていうね。何を撃ってんの？何を撃ってんの？あ、いるんか。いるな。そこいるわ。上いるぞ。まあ、味方がしばいてくれるだろ、これも。まあ、いいや、いいや、いいや。無視、無視、無視、無視。まあ、敵なんてね、構ってるだけ無駄なので、まあ、構うのやめましょう。今回、金策だから退散。いいよ、いいよ、いいよ。ここ無理しなくていい。もう、あとは引くだけでいい。もうちょっとね、相手すのだるいんで、もう一旦ね、逃げましょう。これだけで、一体どれほど稼げるのか、まあ、検証ですよね。ちょ、待って待って待って、この辺もしっかりとしばいてあげて、ちょ、まだ帰らない。俺がいつ帰るって言った？まだなんだよな。この辺も全部ね、持って帰ってあげる。ちょっと待って。これ、ベクターとかさ、持って帰ってあげようか。せっかくなんで。あ、でもこのイベントのせいでなんか、ベクターとかなんかしょっぱくなってそうかな。まあ、よくわかんないんですけど。まあ、とりあえず、なんか持って帰れるもんは、全部持って帰ってあげた方がいいと思うわ。この辺とかさ、めちゃめちゃ美味しいんじゃない？なんかめっちゃしばかれてますけど、ここ。ポレロちゃん！うわ！ポレロちゃんの物資持って帰ってやりてんな、これ。ちょ、待って待って待って。これ持って帰ろっか。いや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 、普通になんかいっぱいあるし。これ絶対持って帰った方がいい。これもらいまーす。はい、僕がポレロの物資もらっちゃいまーす。お、マジかよ、マジかよ、マジかよ。なんかポレロのさ、この頭も落ちてんだけど。これもらっちゃおう。これ普通に美味しい。あ、仲間のだった。ショックオブショック。じゃあこの4層に変えておきましょうか。8000円ですけど。あとはもうないかな。もうなんか物資なさそうか。あ、まずまずまず、あ、残り3分か。びっくりした。残り3分あるんで、まだ慌てる時間じゃないですよと。で、ビゾンしばいて、こっちのベクちゃんに変えて、帰りましょう。まあ、これぐらいでいいでしょう、とりあえず。いや、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って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 。なんかさ、持って帰れそうなんだよな。この4装備。絶対持って帰った方がいいわ。ちょい待って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 。これ4装備も持って帰れる。はい。無事に4装備、しばいて、帰りましょう。うん、ますぎ。帰れたらめちゃめちゃうまい。で、なんかスモーク耐えてる。怖い。大丈夫か？ちょ、待って、本当にやめて。いないでよ。真ん中から帰って平気か？ちょ、ここさ、スモークめちゃめちゃ耐えとこう。ちょ、ここしっかりと耐えてあげて。
ここでですね、帰っていきましょう。はい、対戦ありがとうございました。完全勝利、何もやってないでしょ。でもめちゃめちゃ稼げるんですよ。はい、ということでね、本日の最終結果はこっちねー。20万円。やばくないこれ。これやばくない本当に。働いた方が負けです。はい。ってことで、なんか知んないけど、20万公演稼ぐことに成功しました。まあ、このポレロのね、装備はだいぶ傷ついていますので、まあ、実際はね、まあ、15万ぐらいでしょうか。まあ、それでも全然なんかいいかなって感じはする。はい。まあ、これもうナイファーで入れてしまう時点で、まあ、こういうことができてしまいますので、まあ、皆さんね、今の間にこうやってね、稼いでおけば、多分公演にね、苦しむことはなくなるんじゃないでしょうか。まあ、僕もね、やっぱりあの公演に、かなりね、苦しんできました。はい。やっぱり自分も破産していく中で、どうにかね、楽に公演を稼ぐ方法はないだろうかと、日々模索をしていたところ、まあ、リスナーさんからですね、この方法を教えてもらい、実践したら、こんなにも稼げたということで、皆さんもね、ぜひ公演に苦しんでる方は、まあ、こういったね、まあ、方法をとって、まあ、少しでもね、楽に稼げればいいんじゃないかなと思います。まあ、皆さんね、今回の金策、かなりまあ禁断の方法ではあるんですが、かなり稼げますので、ぜひあの真似してやってみてください。以上、今回でした。じゃな、じじー。